5月19日のデイリーダイアリーウェーブへようこそ。パーソナリティの酪農家のたくまです。5月19日、今日はですね、雨が降っております。こういう雨が降っている時はですね、これまで結構畑仕事でバタバタして、一日搾乳が終わって朝早くご飯を食べてさっさと畑に行くっていう生活をこう最近送っていたわけなんですけども、こう雨が降ると仕事できないので、ちょっとね、ある程度余裕のあるっていうか、ゆとりのある時間を過ごすことができています。まあおかげでご飯食べた後に今コーヒーをゆっくりとすすりながら収録に挑んでいるわけですが、やっぱね、気持ちはせいてはいるんですけども、こういう時間がないとやっぱ精神的にも参っちゃうし、体もね疲れちゃうから、まあある種ちょっと休みなさいよってこう言ってくれているような感じがするのかなと思っています。まあただね、ちょっと一つ気がかりなことがあってですね、先日の放送から、言っている牧草の収穫、刈り倒して乾燥させた分がまだ1ヘクタールほど残ってるんですよね。今絶賛ですね、濡れております。雨に打たれて、いや本当にそれはね、勘弁してよって思うんですよ。あとちょっと天気が続けば終わってたのにっていう。もともとね、いつだったかな、昨日の、午後から雨が降り出す予定 でそこに合わせてね、間に合うようにロール作業をしていたんですけども、まさかね、それが前、雨降る時間が前倒しになっちゃってですね、慌ててラップ、ロールラップしたんですけども、これ以上やってもね、濡れたままロールしてもまあ良くないし、そもそも、ロールベーラーで草を取り込めなくなっちゃったので、もう無理だっていうことになって、もう放置して、雨が止んだらですね、また乾かしてロールしようかなっていう風に思っています。まあね、そこからまた堆肥まいて耕してトウモロコシの種まきをしなきゃいけないので、それを梅雨までに終わらすことができるのかっていうのが本当に今心配な状態で、ね、体をね今休めれてるんですけど、気持ちはねすごいキリキリしております。はい、というわけで今そういう精神状態なのですが、今日の放送を進めていきたいと思います。今日はですね、この番組としては初めてお便りをいただきましたので、泣いて喜びながら嬉しすぎる、ありがとう、はい、お便り紹介していきたいと思います。はい、早速紹介していきますが、ペンネームのっぽろ牛屋のしんちゃん、30代酪農家の方です。お住まいは北海道エビズ市のっぽろです。違います、これエビズ市のっぽらって書いてますね。しんちゃんさんね、すごいこういう細かいボケをねかましてくるからですね、こうしっかり読まないとですね、たまに見落としちゃうことがあるんですよね。はい、ねえ、デイリーダイアリーウェーブとして初めての普通オタ、いただきまして本当にありがとうございます。じゃあね、本文読んでいきたいと思います。どうも、のっぽろ牛屋のしんちゃんです。機械の故障の話共感しましたね。俺も大学出て前のベーラーの時は毎年調整の箇所が変わって自分のスキルが上がっていくのを実感しました。今はジョンディアの新しいベーラーですが、機械トラブルは乗り手の腕が試されますよね。誰でも乗れるけど誰でも修理はできない。たくまくんお疲れ様でした、ということです。はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよ、やっぱりですね、
オペレーターとして乗ってる時に結構重要なスキルが、まあ、昨日もお話ししたんですが、あの問題解決力がですねものすごい結構問われるんですよね。本当にね、乗って運転するだけならその今のトラクターとかね、多分子供とかでも乗れちゃうような感じだと思うんですけど、いざ、アクシデントが起こったら、いざ問題が起こった時のにあの作業を止めれる方がね、そういうとこまで考えるとやっぱオペレーターの、腕っていうもの、技術っていうものは、そう、機械がどんどん進化していっても未だに求め続けられていることなんじゃないかなっていうふうに思っています。ある程度ですね、そのまあ昨日の放送で、あ、おとといの放送でも話したんですけども、ここが問題だから、ここに影響しているんだろうとか考えれる力っていうのがね、やっぱすごい大事になってくるのでですね、本当にこうポッとね違う人がねオペレーターとして、乗るっていうのは、特に癖のある機械だと、やっぱ古い機械だとね癖がありますからね、慣れてる人間が乗るっていうのがかなり重要な、ところなんだろうなって思います。僕もですね、いろんな畑作業、トラクターでさせてもらってますけど、未だにですねまだ乗ったことない作業機とかもあるのでね、こっから覚えていきたいなっていうふうには思ってるんですけど、なかなかね人を育てるってことも重要でですね、僕ばっかりトラクターに乗って作業できてもやっぱしょうがないからですね、今はですね積極的にうちのスタッフさんにトラクター、いろんな作業をしてもらうようにしていっております。今はですねプラウとかです。プラウって土をひっくり返して耕す機械なんですけど、それとか、橋前のハローでの整地作業とか、今年はその辺をですねスタッフさんたちに任せて、まあ、僕は種まきをするっていうところの作業の分担の仕方で今やっているので、まあね、どんどんそのスタッフさんたちもですねそれぞれ、違う作業をお互い交換しながらやって、どんどんできることが増えていってほしいなっていうふうに思っております。はい、しんちゃんさん、ジョンディアの新しいロールベーラーなんですね。いやー、いいですね。なんかロールベーラー、うちのは動画で見ていただいた方ならわかると思うんですけど、赤いねニューホランドの、ロールベーラーなんですけども、なかなかですねそのロールベーラーでロール作っちゃうと、こう乳を絞ってる牛たちにですね餌をあげれないっていう問題がありまして、っていうのがうちのロールベーラーは買った草をそのままロールにするんですよ。だから長い状態のままロールにするんで、それをですね餌を作るためのミキサーっていう餌混ぜ機の中に入れちゃうと、すごい餌を作るミキサーに負担がかかっちゃって、なのでちょっと入れれないんですよね。でも今のロールベーラーって取り込んだ草を一定の長さに切断してロールにするっていうロールベーラーが結構主流なので、そういうロールベーラーであればうちの餌を混ぜる機械でも使えるからですね、まあゆくゆくはですね僕うちはトウモロコシ作ってますし、今年から、飼料稲、ね、も手を出すんですけども、ゆくゆくはですねそういうロールベーラーを入れて、こう草もねやっぱ僕の地域は牧野っていう草を取れるところがあるので、そういうところでですねしっかり草を取って、こう地元で使える、飼料っていうものをですねどん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 増やしていきたいなっていうふうに思っています。結構ねやっぱこの地域っていうのは
酪農家もうほんと少ないんですけど、酪農するのにはやっぱほんと恵まれている地域なんじゃないかなって思っているので、やっぱね地の利を生かした酪農経営っていうものですね、今後しっかりやっていきたいなっていうふうに思っています。はい、でちょっと番組の、お便りでですね、告知してほしいことがあればどうぞっていうような、欄を作ってるんですけども、しんちゃんさん酪農六選よろしくねっていうふうに、書いてくださっております。はい、この酪農六選なんですけども、昨日ですね上げた動画がこの酪農六選の、僕が出した動画になるんですけども、129術目ですね、これが何なのかって言いますと、動画の中でも説明したるしているんですけど、酪農には6000個の技術がある、そういうふうに言われていまして、その技術をですね、一つずつ紹介してこうバトンリレー形式で次の人に回していって、その輪を広げていこうっていうような企画をですね、音声配信者さんの間で、やっていたようで、で僕もですね最近音声配信に手を出したんですけども、晴れて僕の方に回ってきたということでですね、まあせっかくね僕酪農を YouTube でその発信するっていうところをですねやっているので、もう僕の、回からはちょっとガラッとね変えて動画で、でそしてできればね YouTuber さん、酪農 YouTuber さんでもこの取り組みっていうものをね回していってですね、なかなかその音声配信者さんたちのグループって結構出来上がりつつあると思うんですよ。皆さんね盛んに交流されて仲良くてって、それすごい見てて羨ましいなって思ってたんですけど、 YouTuber、酪農 YouTuber の方ってそうでもないですよね。まだあんまり他の、動画投稿者さんとの、絡みっていうものがないので、なんかそういったねこうコミュニティみたいなのの中に酪農 YouTuber 動画配信者も一緒にね輪に入っていって、こう発信者全体でのなんか輪になればいいなと思ったので、今回は僕 YouTube の方に回させていただきました。まあいずれなんかちょっと一周して僕の方に戻ってきたりしたら、またこう Spotify とかスタンド FM とか の発信者さんの方にまたバトンを返したいなっていうふうに思ってますので、もしバトンが回ってきた酪農 YouTuber さん、もう絶やすことなくですねぜひつなげていってほしいなと本当に切に思っております。はい、で先ほどもお話ししましたが、僕の、担当会は先日、投稿しましたのでぜひ見ていただけるとありがたいです。そして次はですね、僕がバトンをつないだのは酪農 YouTuber といえばもうこの人なんじゃないでしょうか、浅野達彦さんの方に、回しております。ちょっと企画自体はご存知なかったようなので、調べてからやるということなので、ぜひ動画投稿されましたら見ていただけると嬉しいなと思っております。はい、というわけで酪農六選、よろしくお願いいたします。はい、というわけですね、今日の配信はこの辺にしておきたいと思います。番組の最後になりますが、番組からのお知らせです。この動画の概要欄の方に、お便り箱の URL を、設置しておりますので、番組の、ご意見ご感想などふつおた、そして僕が YouTube ショート動画の方に、上げております酪農あるあるについてのネタ提供、そしてですね Spotify で配信しておりますデイリーダイアリーウェーブプラスのリクエスト曲の提供ありましたら、ぜひこの URL 飛んでいただいて送っていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。